はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はコトダマン、いよいよ来るぞモンストコラボということで、モンストコラボの事前情報をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まず2月2日火曜日よりモンストコラボ第3弾を開催いたしますとのことで、今回のコラボイベントではアルセーヌやエクスカリバーなど17体のモンストキャラクターが新登場。獲得できる虹の言霊は4000個以上ということで、で、期間中ログインした方全員に降臨クエストシャンバラの攻略に有効な12体の言霊をセットにした降臨シャンバラ攻略デッキをプレゼント。まあ、カードゲームでいうスターターデッキみたいな形で、もうレベルマックス満腹状態で配られるみたいですね。で、さらにコラボを記念して1回限定無料10連が引けるコラボ記念無料10連モンスト召喚が登場。コラボ限定コトダマンが1体確定で手に入るということで、まあ、いつものコラボだと、まあ、1連の実が配られるだけなんですけど、今回なんと無料10連、これ1段2段3段全部入っているみたいです。まあ、ごちゃ鍋の、まあ、コラボ限定コトダマンが1体、まあ、確定で、まあ、星4の可能性が高いんだと思いますけど、まあ、手に入るということで、まあ、ワンチャン10連ならワンチャンあるでしょうっていうことですね。で、またモンストでおなじみの近畿の動くがコトダマンにもコラボクエストとして登場。長難関の破滅級クエストをクリアして奈落、刹那をゲットしようということで、まあ、先ほど僕生放送のアーカイブを見てきたんですけど、まあ、刹那強そうでしたね。奈落もなかなか大変そうでした。ということで、どんどん見ていきましょうか。まずは、攻略デッキですね。降臨シャンバラ攻略デッキ、まあ、スターターデッキ、先ほども言いましたスターターデッキが配られますよと。で、オラゴンリーフは、まあ、今までも、第1弾第2弾でも配られていたキャラクターで、赤月のんの、この子がね、文字がのとんでつなぎ文字入ってるので非常に強いと思います、こののんのね。あと、フレイヤ、フかな、ウサフィーヌもウなので、これ初心者には非常にありがたいデッキとなってると思います。まあ、シャンバラいける、もう本当にいけるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、トゲがたくさん入っているので、非常に有効です。そしてこの配布期間が2月2日火曜日16時から2月22日月曜日15時59分と、まあ、この20日間の間ですね。で、ログイン、どこかでログインすればもらえますよと。なので、初心者の方はぜひって感じですね。で、これが、このスターターデッキは期間中一度しか受け取ることはできませんということです。で、レベル、マックス満腹で配られるのかな？リアリティ星5の服の上限値は90となります。そのため、赤月にのんのは星6に進化させることで満腹になりますということで、のんのを満腹で配ってくれるということで非常にありがたいスターターデッキですね。これ初めての試みじゃないかな？スターターデッキ配るのって。うん、非常にいいと思います。そして、コラボ記念無料10連モンスト召喚ということで、先ほども言いました、まあ、普段は1連のことのみがコラボで配られるんですけど、今回はなんと10連させてくれるよということで、まあ、1回限定ですけど、コラボことだまん1弾、コラボ第1弾、コラボ第2弾、コラボ第3弾の召喚で登場のコラボ限定ことだまんがラインナップということで、まあ、どれが当たるかはわかりませんし、まあ、星5が出るのか、星4になるのか、まあ、非常に難しいとこですけど、まあ、10連ならこれワンチャンあるでしょうっていうことで、これも、2日から、22日月曜日20日間ありますよということで、まあ、こちらもね、ぜひね、引いておきたいところですね。そして、コラボログインボーナス、最大1000個もらえますということで、3日から13日、もらえますので、ぜひ獲得しましょう。これ、1回引けるんでね、10連が。なので、これもありがたいですね。そして、まあ、目玉はこれでしょう。モンスト召喚第3弾ということで、コラボコトダマンは、アルセーヌ、エクスカリバー、ウリエル、ソロモン、ビナー、ノアの6体が新登場。10連召喚では、モンスト召喚第3弾にラインナップされているコラボ限定コトダマンが1体以上確定で入手できますよと。んで、召喚を引くことに、第3弾限、これは10ゴンチケット、10元チケット、10ゴンかな ?10 ゴンチケットのおまけ付きということで、まあ、今回のガチャすべてで第3弾15チケットになるので、まあ、この後出てくるんですけど、第1弾第2弾のガチャを引いても、この第3弾のチケットが手に入るので、まあ、非常に助かりますね。ただやっぱ第3弾が非常に強いので、生放送見た感じ、まあ、第3弾がおすすめですかね。そして、まあ、絵柄見ていきましょう。まあ、アルセーヌ、エクスカリバー、ウリエル、
やっぱね、まあ、僕も少し前に、よく使っているコラボキャラクターっていう動画をね、やったんですけど、まあ、その時にパッと見て思ったのが、つなぎ文字入っている、ことだまん、コラボことだまんって強いなと、もうずっと使ってるなというところで、これ、まず僕目につけたのはウリエルですね。ウリエルはまあ、まず強いんでしょうということです。そして、ソロモン、ビナー、ノアですね。まあ、あとはこの星4に関しては、前々からいる子たちですね。ということで、性能を見ていきましょう。早速ね、生放送を見ながら資料を作りましたので、ちょっと大きさが違いますね。ちょっと待ってくださいね。大きさを合わせましょう。はい、ということで、ちょっと文字見えるかな？文字がちょっとちっちゃいから、こうしましょう。で、僕が消えればいいんだな。はい、ということで、まずはアルセーヌ。絵の下に祝福特性、黄色の文字で書いてありますが、祝福特性がアタック、基礎値、極大アップ、極大アップでいいのかな。まあ、アタック基礎値が上がるやつですね。これは非常にありがたいと思います。まあ、全体的にコラボ、攻撃力が低かったので、今回。うん、超過しても650とかなんかその辺が多かったので、まあ、このアタック基礎値アップっていうのは大きいんじゃないかなと思います。そして闇属性、A 種族。文字が、あ、小さいあ、フブプとなってます。ちょっと使いづらいかもね。凄技、アフブプから始まる4文字以上ということで、頭文字指定があって、さらにちょっと使いにくさが増してしまうというところなんですが、まあ、大抵こういうデメリットが、強いデメリットがあるということは何かしらで強いんですよ。で、まず凄技。1、このターン攻撃する味方のアタックを強化。プラス、敵単体に超絶強力な闇属性攻撃。ですね。まずバフをつけることができます。これ2バフかな。2バフをつけて攻撃することができます。もうこの段階で強いですね。コラボの第1弾のガブリエルみたいな形。ガブリエルも頭文字指定で、まあ、文字が勝って強いんですけど、まあ、それと比べたらアルセーヌはちょっと文字が弱いんですけど、まあ、それでも、ね、バフをつけることができますよと。しかも属性に、種族、囚われることなく、全員につけることができますと。そして2番目、同時に友情コンボの特性を持っているコトダマンが技凄技を発動させていた場合、追加で敵全体に超絶強力な闇属性攻撃と。いうことで、まあ友情コンボですね。このモンストコラボあるあるなんですけど、基本的にみんな友情コンボを持っています。そして凄技に、友情コンボを発動させたときは追加攻撃がありますよっていうのが基本的な流れとなってますね。まあこれかなり強いと思います。で、まあ第3弾で、コトダマンが追加されたことによって、第1弾、第2弾も自然と情報修正みたいな感じで入ってくるので、これは大きいですね。そして主な特性はコピー、シールド、そして友情コンボとなります。コピーが今回鍵になりそうなんで、ちょっと欲しいですね。そしてリーダースキル。1、デッキ内に闇属性が12体いる場合、デッキ内全員の HP100%、アタック 60%、炎上 100%。2、意を含む言葉を作成した場合、追加でアタック闇属性のアタックが 60% アップということで、全部満たせば HP100%、アタック 120%、炎上 100% となりますよと。そして次、エクスカリバーということで、まあこれが、先出しで、エクスカリバー出ますよって公開されてた情報になるんですけど、祝福特性が、名属性に与えるダメージが 30% アップということですね。そして、非属性の A 種族、文字が絵だけとなります。これちょっと意外でしたね。なので、まあ、文字がコラボで一つってことは結構少ないんですよ。だいたい二つ以上持ってるんですけど、文字が絵しかないってことは、まあ、やっぱり何かしらで強いんですよ。まずは凄技。これ4文字ですね。特に指定が書いていないってことは、これは4文字で、4文字以上で大丈夫と。そして1番、敵単体に超絶強力な非属性攻撃、プラス技凄技を発動させた味方が追加で少量な非属性攻撃。なので、この少量な非属性攻撃もしてくれるので、まあ、バリアとか剥がしやすいですよね。そして、同時に友情コンボの特性を持っているコトダマンが、技凄技を発動させていた場合、追加で敵単体に超絶強力な非属性攻撃と。いうことで、まあ、エクスカリバーも友情コンボでもう一回殴りますよと。そして主な特性、コピー、スーパー弱体、友情コンボということで、スーパー弱体がね、これ強いんですよね。ただ、コピーとスーパー弱体って、基本的に、
まあ一緒にはならないので、まあちょっとそこが問題なのかなっていうところですね。うん、弱体マスがあったらもちろんコピーマスはそこにはないわけで、コピーマスがあったら今度弱体マスがそこにはないんですよ。なので、まあこの組み合わせはちょっと組み合わせ悪いのかなっていう気がせんでもないですけど、まあそれでも弱体に入れてもいいし、コピーに入れてもいいっていう選択肢があるのであれば、まあ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 、マシなのかなっていう気がしますね。まあ基本的にガードガードじゃなくて、ブレイカーガードがいいんですよね。シールドブレイカー、コピーガードとか、うん、チェンジガード、ウォールブレイカーとか。うん、そういう組み合わせが基本的にいいんですけど、今回コピーガードスーパー弱体ガードなので、ガードガードなんですよね。で、リーダースキルが、デッキ内に A 種族が12体いる場合、デッキ内全員の HP120%、アタック 200%、汚染 100% ということで、非常に強力なリーダースキルとなっています、エクスカリバーね。ただ、まあ、A 種族っていう縛りがあるんですけど、まあ、ここは逆に、うん、友情コンボを発動させやすいデッキが作れるんじゃないかなっていう気はしますね。モンストコラボリーダーで固めてあげるといいかもしれません。次行きましょう。そして、僕おすすめのウリエルとなります。祝福特性が命属性に与えるダメージが 30% アップと。で、光属性、サブに火属性持っています。そして、A 属性。文字が、う、小さいう。で、火のう、小さいうということで、光と火のうなので、非常に強いと思います。うん。で、凄技、敵全体に超絶強力な光属性攻撃。プラス、敵全体に超絶強力な火属性攻撃。友情コンボなくても、二属性攻撃してくれます。で、さらに友情コンボ。友情コンボの特性を持っている言霊アンが技すご技を発動させていた場合、追加で手札の A 種族にアタック大きく強化を2ターン付与。これ3バフですね。なので、ウリエルの友情コンボを発動させると手札に3バフということで、非常に次のターン強力な攻撃ができるようになりますよと。そして主な特性、チェンジ弱体友情コンボ。チェンジ弱体ですね。ウのチェンジなので、つなぎ文字のチェンジって非常に優秀なんですよね。これがね。うん。そしてリーダースキル。1、デッキ内に火。光、火属性が各6体いる場合、デッキ内全員の HP100、アタック160、呪い 100% と、混合デッキが作れますよと。これどこかしらで役に立ちそうですよね、今後ね。しかも呪い 100% ですし。うん、非常に強力だと思います。今回僕の中ではおすすめかな。そしてソロモン。これもう一人の僕のおすすめになります。祝福特性、ドロージ、A 種族の毒回復。まあ、これも貴重ですね。光属性です。で、A 種族、文字がソゾカフということで、まあ、ソも強い、ウジクの中では強い文字ながら、カも持っていると。イジクではもう最強の一角、カを持っていると。で、あとはフですね。うん。です。カとフに関しては濁点がないので注意が必要です。で、スゴ技、敵単体に超絶強力な光属性攻撃。で、友情コンボですね。同時に友情コンボの特性を持っている言霊アンが、技すご技を発動させていた場合、追加でこのターン、味方が受けるダメージを少し軽減。まあ、バリアを張った上で、さらに敵全体に爆絶強力な光属性攻撃と。いうことで、まあ、普段の攻撃は超絶強力な単体なんですけど、友情コンボが入ると、敵全体に爆絶強力なということで、まあ、光のね、友情コンボかなりこれ、強化されたんじゃないでしょうか。で、主な特性がコピー、スーパーシールド、友情コンボということで、光のスーパーシールドって意外と少ないので、スーパーシールドっていうか光のシールド自体がまだそんなに数が出揃ってないので、これ非常にありがたいと思います。しかも、ソもあるし、カもあるしっていうことで、ウジクもイジクもいけますしね。しかもコピーもあるので、これ心のトガビトのやつかなのやつでも刺されそうな気がします。で、リーダースキル。デッキ内に光属性が10体、A 種族が6体以上いる場合、デッキ内全員の HP100%、アタック120%、汚染 100% ということで、リーダーとしてもかなり強力。で、光属性が10体っていうところがね、いいんですよね。この残り2体は何でもいいわけなんですよ。なので、そのデッキの自由度も広いというところで、なかなかソロもいいんじゃないかなと思います。そして、ビナー。祝福特性がアタック基礎値、極大アップ、極大アップということで、貴族性、A 種族、文字がヒービーピーナー、まあこれでビナーということですね。で、凄技、HP を超大きく回復する。プラス、手札の A 種族の味方に汚染を防ぐ効果を2ターン付与。そして、友情コンボ。友情コンボの特性を持っている言霊アンが、技凄技を発動させていた場合、追加で敵全体に爆絶強力な貴族性攻撃。回復と攻撃を使いこなすタイプですね。うん、ただ、文字名が入ってるってことは、ちょっとナイチンゲールとかぶっちゃうんですよね。第2弾かなできてたナイチンゲール。
まあ、日々ピーがあるし、アもあるんで、まあ、そこまで被ってはないんですけど、ナイチンゲールがなしかないから、っていうところで、ちょっと競合しちゃうかなっていう気がします。どっちも回復ですしね。ただ、回復量は非常に多かったですね。動画を見てた限り。火のトキちゃんが3文字の回復量よりもビナーの回復量のが多かったです。なので、まあ、しっかり4文字作ってあげると、ビナーの回復量はバカにできないのかなという気はしますね。そして主な特性、コピーヒールで友情コンボということで、まあ、コピー持ってるので、まあ、どこかしらで、まあ、文字が難しいですけどね、使い道あるのかなという気はします。そしてリーダースキル。できない全員の HP を火、水、木属性かける 20% アップ。で、アタックを光、闇、冥属性かける 20% アップということで、まあ、絶望のリーダースキルと同じ、まあ、似てる感じですね。呪い耐性を A 種族かける 10%、汚染耐性を A 種族かける 5% ということで、まあ、絶望の A 種族版っていう感じなのかな、この感じだとね。なかなかリーダーとしては強いのかなって気はしますけど、逆に文字ですよね。もう問題は、ビナンの問題は文字となってくると思います。そして、最後、ノアですね。祝福特性は、ドロージ A 種族の混乱回復。モラウに続いて、ハンターハンターコラボのモラウに続いて2人目かな、これ、こういうのはね。そして、水属性 A 種族、文字、ノハバパということで、一応、イジクもいけますよと。そして、スゴ技、敵単体に爆絶強力な水属性攻撃。まあ、やっぱりこのね、スゴ技の1についてるってのは非常に強いと思います。爆絶ね。で、友情コンボを発動させると、追加で敵全体に火ダメージ増加状態を2ターン付与。全体デバフですね。そして敵全体に超絶強力な水属性攻撃ということで、全体デバフ後の全体攻撃。非常に優秀だと思います。主な特性、コピー弱体友情コンボ。これまたガードかな。コピーガード弱体ガード。これちょっとガード残念だね。組み合わせとしてはちょっとしんどい。ブレイカーガードがいいんですけど、まあガードになっちゃったと。で、リーダースキル。デッキ内に水属性が12体いる場合、デッキ内全員の HP100、アタック60、炎上 100% と。で、9コンボ以上で水属性のアタックが 60% ということですね。これはよく見るテンプレのリーダースキルみたいな感じですね。はい、ということで、まあ今回はこの6体が新キャラで登場です。おすすめはやっぱりウリエル・ソロモンかなって気がしますね。はい、ということで戻しましょう。もうささっと行きましょう。結構ね、もうこれいつも思うんですけど、これ情報やってると時間かかるんですよね。で、第3弾のスケジュールについてと、ガチャスケジュールですね、についてと。まあ、まずは、全員ピックアップの、モンスト召喚第3弾が来ますよと。そしてピックアップ1、エクスカリバー・ウリエル・ノアとなります。そしてピックアップ2、アルセーヌ・ソロモン。ビナーとなりますので、まあ、ここ、ウリエルとソロモン分かれております。ちょっと狙いづらく、運営もやってきてますので、まあ、なんとか引きたいとこですね。で、これが、ま、交互に来ますよと。で、あと、モンスト召喚第2弾が第2弾も復刻します。マナ、パンドラ、カムイ、ノストラダムス、ナイチンゲールっていうところですね。まあ、あとは星音は過去にもいたやつですね。なので、まあ、今回、まあ、パンドラとカムイ。まあ、後々紹介しますが、この子たち情報修正入ってます。なので、パンドラとカムイはちょっと強くなってるかな。で、さらにカムイに関しては、ソロモンとウリエルか、が光属性なので、カムイが自然とこれは情報修正入ってるようなもんですね。なので、ちょっと僕カムイ持ってないんで欲しいなっていう気はします。そして、第1弾も来ますよと、第1弾復刻。アーサー、ガブリエル、ナポレオン、坂本龍馬。坂本龍馬とナポレオンに情報修正入っています。なので、まあ、ガブリエルがやっぱり一番強いのは強いんですけど、アーサーもね、光属性ということで、まあ、自然とウリエルと、誰だっけ？ウリエルとソロモンか。で、まあ、一緒に使えるということで、まあ、簡単に言えば情報修正みたいなもんかなと。まあ、ナポレオンは非常に強化されたので、これはリーダースキルかなりいいですよ。で、坂本龍馬も、コピーガードが追加されているので、まあ、非常に使い勝手いいと思います。そして、ピックアップになるんですけど、この第1弾、第2弾ね、これ合わされてますね。合体してます。モンスト召喚第1弾は、まあこれはアーサー、ガブリエル、ナポレオン、坂本龍馬でいいんですけど、第2弾もマナ、パンドラ、カムイ、ノストラダムス、ナイチンゲールでいいんですけど、これピックアップになると、マナ、坂本龍馬、カムイと、第2弾、第1弾、ごっちゃ技です。第2弾も、ピックアップの
2番目もアーサー、ノストラダムス、ナポレオンということで、これごっちゃ混ぜにされてるんですよね。なので、まあ、うまいこと持ってないやつで引けばいいかな。でも、第3弾優先がいいと思います。で、それで、交代交代で来ますねって感じです。そして、交換所。まあ、アルセーヌ、エクスカリバー、ウリエル、ソロモン、ビナーノア、新キャラは150枚。そして、復刻キャラクターは120枚となっていますので、まあ、早めにですね、新キャラが集まれば、まあ、120枚で、交換、持ってないの交換してもいいのかなという気もしますよね。うん、今回第1弾、第2弾、どのガチャ引いても、チケットは共通なので、これはありがたいと思います。そして、モンストマイセレクト召喚と、これ持ってないのを3体選んで、1個どれか当たるやつってやつですね。こちら3000円で、チケットが手に入るので、まあ、課金できる人はこれで持ってないの取ってもいいかもねっていう感じですね。そして、スタンプ。今回もスタンプありますよということと、まあ、いろいろこういう課金のやつがありますよとやつで、これですね。これが3000円で、モンストマイセレクトチケットが付いているものになります。まあ、こちらを買って、セレクトガチャ、引く人は引きましょうっていう形ですね。で、これもあります。4900円で、星5確定モンスト召喚の実が1個付いてくるってやつですね。これもね、5000円払える人は非常に有効なものかなって気がしますね。そして、コラボ降臨。新コラボ降臨が、イザナミ会、クシナダ会と。こちら二人とも結構強いです。うん。どっちも魔球になるんですけどね。でも宿題で45体かなもらえるので、まあ、なるべく、取っておきたいところ。そして、前回の、二日間だけかな実装されたヤマトタケル会ということで、まあ、こちらも来ますよと。で、過去の降臨も一気に復刻来ます。エデン、クシナダ、ヨミ、イザナミ、シャンバラ、ヤマトタケル、キー、クイーンバタフライ全部来るので、なるべくね、初心者の方は、シャンバラから始めてデッキもらえるんでね、スターターデッキもらえるんで、シャンバラから始めて、順番に倒していくのがいいかなっていう気がしますね。そして、コラボ降臨クエスト攻略応援キャンペーンということで、まあ、この辺は、満腹になってないやつだけやればいいかな。宿題スタミナか。スタミナ結構カツカツになると思うんで、うん、なるべく、満腹じゃないのを優先的にやって、満腹なのはまあ、やらなくてもいいし、まあ、祝福あげたいなってやつだけ取ってもいいし、癒し水とかね、融合キングとかね、うん、まあやってもいいなと思います。そして、まあ、この辺はね、今回引かなくていいと思いますね。うん、この攻略召喚、うん、今回は引かずに、普通にコラボガチャ引いたらいいと思います。そして、再生の塔、魅力来ますよと。で、魅力の交換所なんですけど、これ追加されているものがあるので、満腹の方もまた魅力行かなきゃいけないかもしれません。モンスト限定のおめでたいが魅力の再生の塔に、どうやら交換所に追加されているみたいです。そして、近畿の極、これですね。これモンストにあるらしいんですけど、近畿の極で、奈落、刹那、手に入りますよ、ということで、まあ、これもダンジョン形式となっていて、まあ、1の極、クリアして、ね、2の極、クリアして、3の極、クリアして、4の極、クリアする形なんですけど、1、2、3の極は、まあ、専用おめでたいが手に入ります。交換でね。で、そして、4の極に関しては、奈落が出てくるので、まあ、奈落が手に入りますよ、と。で、奈落をクリアすると、極稀に、なんですけど、刹那が出てくるらしいです。まあ、教習みたいな形らしいですね。で、刹那を倒すと刹那が手に入るんですけど、ちょっと満腹厳しそうだなっていう気はしますね。ただ、刹那は、服がなくても、十分強い性能。なんならもう服を上げることで能力が上がるところがないので、ただ満腹になったら、まあ、リーダースキルとしては非常に優秀ですよっていうぐらいには、の程度なので、そんなに無理して一回勝てばいいかなって感じかなっていう気がします。うん。そして交換上ですね。まあ、奈落と刹那。そしてモンスト召喚おめでたいというところ。で、ルシファーも来ますよということで、ルシファーも、超過玉の方が交換所に入っているので、まあ、ルシファーの祝福もあげたいところなんですけど、そちらのね、超過玉の交換もっていうところですね。で、この辺はまあ無理しなくていいかなと。うん、初心者がまあ時々の鏡をトキちゃんを取るのにまあ回してもいいかなぐらいですよね。うん、あんまり回さない方がいいかなって気がします。
で、弥勒。で、ここですね。モンスト専用おめでたいが入っていますよと、上から3番目ですね。これが欲しいかなって気がします。そして、マナーアニマ。また復刻されますので、破滅級。まだやってない人はやりましょう。僕もね、これクリアできてないんですよ。ちょうど第2弾から僕が始めたので、その時はやっぱりクリアできなくて。うん、復刻の、2日間復刻された時に、ちょろってやったんですけど、まあ、その時倒せたので、まあ、今回でなんとか満腹にしようかなと思います。宿題でなんとこれ60個もらえるらしいので、うん、ちょっと頑張ろうかなってなってますね。あとは、大丈夫そうかな。あとは交換所ですね。これが、コラボクエストをクリアするだけで OK なのかな。で、メダルがもらえて、まあ、交換できますよ、というやつですね。虹の言霊ありますし、10連モンスト召喚の実もあります。で、スタンプもあって、まあ、これいろいろあるので、まあ、もちろんこの降臨の服もあげれますというところで、遊べば遊ぶほど手に入りますよってやつですね。そして、コラボワードクエスト、コラボ記念宿題。ですね。まあ、串灘会とか45体手に入ります。うん、新しいのもたくさん手に入るので、これチャンスだと思いますね。うん、マナーアニマも50個プラスアルファ交換で10個かな。確か。なので、結構もらえるんで、うん、これはいっぱい遊べそうですね。はい、ということで、まあ、今回はこんだけボリュームがあるので、ちょっとね、本当に初心者の方は遊び尽くせないと思うんですけど、うん。僕もね、遊び尽くせるかちょっと不安になってきましたね。で、そして、まあ、先ほども言いましたが、情報修正来てますよって話ですね。はい、こちら。第1弾、第2弾のことだマンがパワーアップ、ことの木の加護ということで、ナポレオンがリーダースキル、調整入っています。情報修正ですね。そして、弱体ガードもらっています。これ、ナポレオンだいぶ優秀になったんじゃないですか？で、坂本龍馬、コピーガードつきました。サのコピーということで、三四五右衛門に行けるようになりましたね。で、パンドラ、トゲガードつきましたので、エデンがクリアしやすくなったのと、ルシファーとかヨミとかと同じ特性になったので、一緒に連れて行きやすくなりましたね。そして、カムイのリーダー特性が、リーダースキルが情報修正されましたよ、と。で、カムイは先ほども言いましたが、ソロモンと、ウリエルが強いというところで、光属性、同じ属性なので、まあ自動的に強くなったというところですね。そして、クシナダのリーダースキルの HP とアタックの倍率が 10% 上がりましたよ、と。で、キーもトゲガードが入ってきたので、まあ、ただの星4だと侮ると、痛い目に遭うかな。これ星5になるんですけど、進化したら。キーも普通に使えるレベルになりましたかね、これでね。で、友情コンボ持ってますし、優秀だと思います。そして、ヤマトタケルカイ、リーダー特性、情報修正されていますよ、というところで、まあ、これだけ情報修正が来ているので、過去の言霊も非常に強いと思います。はい、ということで、まあ、今回はボリュームが盛りだくさんということでですね、もう遊べるだけ遊び尽くしましょうということです。まあ、特にね、やっぱ、モンスト召喚第3弾が非常に優秀なので、もう全部欲しいですね。なんとかコンプ目指してまたダメージ検証の方動画上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。オーツデフ！